どうも、淡路のきのこです。食金から219日目、壊滅かと思われた木の中にも無事そうな木がありました。ワッパはほぼ大丈夫だと思います。みじゅくんと普通の原木が一部大丈夫かなというぐらいです。あとはほめちゃんも袋の奥側に位置していた部分は生き残ってそうな感じがしました。他はね、残念ながら行ってしまいましたね。ひょっとしたら木の中の方で菌がまだ生きているかもしれませんが、それだと穴からではなく皮からなので、早くても来年の秋以降の発生です。大分県の乾燥椎茸なんかは大部分がそれです。で、話がそれましたが、この中で椎茸の発生の可能性を秘めているのはほめちゃん、ワッパー、みじゅくん、そして普通の木の4本だけになってしまいました。悲しい、悲しすぎるでございます。この4本は時を見て再度進出します。椎茸キャラ図鑑は現在17キャラ、各キャラの説明は SNS に載せているので、下の説明欄から見てみてください。はい、今日は以上です。見る椎茸のビデオログが参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。ではまた。